内藤大輔、身長163センチ、リーチ175センチと長いリーチを誇ります。両選手の紹介です。クレックがコールを受けました。18回の防衛戦のうち8回は日本人を相手の防衛戦で、日本人キラーと呼ばれていますポンサクレック。このコーナー挑戦者112番のエアカジム所属、34戦30勝20 KO 2敗に見分け、日本タイトルマッチ全階級での史上最短KO記録、1ラウンド24秒タイムレコードホルダー、第49代日本フライ級、第35代 OBBF 東洋太平洋フライ級全同時2冠チャンピオン。本日この2つのタイトルを返上して3度目の世界挑戦、1974年8月30日生まれ、32歳の内藤大輔、元日本東洋王者です。さあ、いよいよゴングです。レフリーとジャッジが紹介されました。レフリーはアメリカトビー・ギブソンさん、ジャッジがアメリカの方がお二人、そしてお一人がフィリピンの方という構成になります。この試合は WBC ルール12回戦です。採点は10点法、フリーノックダウン制が採用されます。日本製8オンスのグローブをつけまして戦います。4ラウンド8ラウンドまでの採点はオープンスコアリングシステムで公開されます。さあ、いよいよです。藤井さん、こういう世界タイトルの前の選手の心境どんなですか？やっぱりね、地位がみんな回ってるもん。ずっとやっぱり戦争行く前みたいね、一生懸命勝ちたいと、一回ダウンになって、まあ、大体落ち着いてくる。やっぱり見て落ち着いてね、予想見ろ、何何ね、やってる、はい、やっぱり彼も経験も30歳以上試合ある、そう経験ある、ゆっくりね、予想見る、はいね。さあ、注目の第1ラウンド、第1ラウンドのゴング、 WBC 世界フライ級タイトルマッチ1ラウンド目のゴングが乾いた音、後楽園ホールにこだまいたしました。内藤は冷静に KO を狙いたいと話しています。一方、ポンサクレック、明確な判定で勝ちたいと公開スパーリングの後語っていました。内藤の右が一発当たっています。距離を取ります。上原さん、はい、この距離なんですがね、どのぐらいの距離が内藤にとってはいいんでしょうか？いや、今の方でいいですよ。そうですか。でも調子いいです。あ、そうですか、はい、結構当たってますからね、はい、これまでの経験に勝る好調さを維持して史上最強の出来と語っていました内藤。対策はある、見えないパンチで必ず倒すと話していました内藤。まず第1ラウンド、ポンサクレックも相手は私にしか負けていない、2回戦っているが油断はしていない、作戦はリングに上がってからと語っていました。
福井さんも最初やはり先ほどおっしゃってましたように様子を伺って相手の出方を両者伺っている状態ですかね。そうそう、一番危ない右フック、ね、フックは待ってろ、彼狙ってろ、この作で来たら右を狙ってる、右フックですね、あれ気をつけなきゃいけない、一番危ない。あ、そうですか。彼は出てる、はい、もうまだまだ彼ちょいし硬い、まだパンチャーで、ゆっくり足使って、はいはい、ね、もうちょっと内藤は足を使った方がいいね。そうそう、ゆっくり、これ一番なるべくね、はい、コーナー見てし、右フック危ない、はい、この人右フック強い、はいはい、コンサクレックの右に気をつけたい内藤です。一番危ないね、はい、左利き、はい、ワンツーです、コンサクレックワンツー。それほど上原さん、はい、2回戦った前回前々回と変わってないと内藤は公開したときに見たと言ってたんですが、どうですか。あのですね、コンサクはですね、減量がきついと思うんですよ。それがちょっとね、体調あまり良くなさそうなんですね。右が当たりました。すごいチャンスだと思います。そうですか、はい、あまりポンサクレックの動きは良くない、うん、上原さんの解説です。まあ、少しそうしますと、はい、後半に持ち込んでも勝機はあるかもしれませんね。大丈夫だと思います、はい、今のように入ったり出たり入ったりというやり方でやればですね、はいはい、これはいい、タイミング当たると思いますよ。パンチがですね、はい、宮田会長もですね、かなり内藤のパンチはポンサクレックにタイミング合ってるんじゃないかというふうに言ってましたね、たまたまですね、内藤君はですね、はい、ガードが下がるんですよ、打った後。それを気をつけたいですね、はい、それを気をつけたいですね、はい、さあ第1ラウンド時間があまりありません。第1ラウンドが終了しています。富士山第1ラウンドなんですが、まあ、上々の出だしかと思うんですが、内藤いかがでしたか。上手を一生懸命ね、入って出てる、彼相手も気をつけて、右いるフックが一番危ない、それだけ気をつけて、右フック、左回らないだろう、左から。さあ第2ラウンドのゴング、さあ第2ラウンド、左、上原さん、上を打つか下を打つかということになります、はい、どうですか。フェンスかけ、フェントかけてですね、上下上下にね、はい、行った方がいいんじゃないかなと思って。あ、そうですか、はい、フェントかけた方が、はい、彼はパンチすごい狙ってると思うんですよ、本作は。なるほどね、本作レッカー軽量で少し体重オーバーがありましたね。そうです、500g ほど体重を落とさなければならない局面に、はい、なりまして、縄跳びをしてですね、50分ぐらいで、500g 落としたみたいですけども、ちょっと動きがですね、ちょっと鈍いんですよ、今作は。はあ、チャンスありということですね、今すごいチャンスは、はあ、結構カウント当たってますから、内藤君の、はい、ポンサクレックが序盤から出てきています。富士さん、このかわし方といいますか、まあ、序盤やはりその少し減量できつかった分ポンサクレックが出てきてる、こんな時は内藤はどうすればいいんですか。今足使って回って左回る、左左にね、左回って一生懸命ね、はい、相手やら疲れるのやらせて手出して一生懸命ね、気をつけて右フックでしょ、それ、はい、右ね、はい、見てその右は危ない、はい、もう少し足を使った方がいいかもしれない、ね、足使って外出てみて、はい、相手はよく手出して、はい、疲れる、もう3ラン以上も使う、ゴールランナーの軽い力がない、目肩下ろしたでしょ、はい、大変、はい、上原さん、前回の戦いでやはりその5ラウンド以降少し内藤バテたところがあって、フィジカル面の強化をかなりテーマにしてやってきたようですね、はい、内藤君はですね、ちょっともっと 足使ってやっていけば、はいはい、ポンサクは疲れると思うんですよ、その後ですね、いいカウント当たってますの、だから結構ガードだけ気をつけないといけないと思います、はい、内藤もパンチを出していきます、得意のボディストレート、さらに右クリーンヒット、そうまた右、強烈な右が当たった、内藤優勢、第2ラウンドいいペース、リズムに乗ってまいりました内藤大輔、残り20秒、しかしポンサクレックはバランスいいですね、富士さん、
さあ、内藤リズムをつかむことができるか。第2ラウンド残り10秒。左回って左回り方ね、もうちょっと左回った方がいいですね。左回る相手が難しい。ああそうですか。彼は第2ラウンドが終了しています。内藤のパンチが当たっています。内藤取った。内藤取った。注目していらっしゃいます。具志堅用高さんが会場にいらっしゃいます。はいはい、具志堅さん、はいはい、ここまで内藤いいリズムかと思うんですが、どうですか。すごくあの立ち上がりいいですね、はい、かなりあの具志堅さんも内藤のフィジカルアップには貢献してくださったようですね、うん、そうですね。うちであの体力チャンピオンと言いますから、体力チャンピオン、それとスパーリングをやってましたね、かなりそういった意味ではスタミナにも自信がついたようですね。そうですね、まあ元々力ありますからね、内藤君は。はい、それどんどんこの調子でどんどん攻めていけばいいですね。そうですか。はいはい、具志堅用高さんに伺いました。はい、具志堅さんありがとうございました。はい、どうも応援してください。はい、ありがとうございます。フィジカル、スタミナはもちろん大切な部分です。内藤は前回のチャレンジで5回以降スタミナが切れたと感じ、これはチャンピオンも宮田会長も感じていたところなんですが、そのフィジカル面を鍛えるため横浜根岸の森林公園へ電車を乗り継いで1時間30分通い、有名な小出門下平井具志堅ジムの乃木トレーナーの指導を受けました。体調万全の内藤です。リズムはいいですね。内藤君はですね、打った後のね、はい、あのガードが下がるんですよ。でそれを気をつけないと。そうですか、チャンピオンは打った後そのきちんとしたガードでもう本当に教科書通りに元の位置に戻りますよね、はい、そうです、そうです。そこをやはり学ばなきゃいけないところかもしれませんね。そうですね、まあ、今内藤君いいように戦ってるんですけど、すごい感じです。右が当たった、藤さん確かに一本桜行く動きは良くないですね。いつも同じような準備をしてきた内藤に2回勝っているけど油断はしていないと語っていました。ポンサクレック、しかしやや動きや重い序盤の戦いです。あと内藤君はですね、頭下げてくるんですよ、それで怪我に、バッティングにね、気をつけないといけないと思います。そうですか、はい、お左強烈ですね。左回る、はい、右から逃げて、その左から逃げて、こっち、そうした方がいい。あ、今ちょっと聞こえたようで、やり始めましたですね。聞いた、左回る、右出す、聞いた、これはいいですよ。内藤の右、すごい、これ一番危ない。内藤ちょっとガードを下げて挑発するようなところを見せましたが、あれはあまり良くないですかね。ガード下がるね、まあこれは右目を切りました、チャンピオン。右目上をカットしています。まぶたのところ出血が見られます。残り10秒。今のペースですね、はい、やっていけばいいと思います。はい、足使って入って出たり入ったりっていう、はい、第3ラウンド終了しています。4ラウンドのゴングが鳴らされました。ポンサクレック、右目上のあたり、まぶたのあたりをカットしています。これはパンチによるものと先ほどアナウンスがありました。ここまでは内藤優勢。右目からダラダラと血が流れます。ポンサクレック、上原さん、やはりその、はい、まあ、短期間で勝負したいという形にポンサクレックはなるでしょうね。そうですね、今焦ってると思うんです。バッティングでやったと思いますけど、まあ、今パンチだっていうことで、だから多分傷口が結構大きいと思いますけどね。そうですね、多分焦って前に出てくると思うんですよ、はい、それでカウンターを狙った方がいいと思います、はい、さあポンサクレックの右目腫れて、そして出血しています。実況の宇野さん、はい、こちらリングサイドですけれども、はい、内藤選手陣営はですね、おせおせムードですね。そうですね、セコンドを務める宮田会長から今日は早く動けている、動きながら足を使って外に行ってる、はい、とにかく左へ回るという指示が飛んでいます。はい、やはり左に回った方がいいみたいですね。右ですか。
左回らない右、はあ、危ないこっちむしろ右パンチ反対から左回らない、はあ、ダメ左回る右左利き好き、はあそうですか。内藤のパンチも明らかに当たっております。ワンツー右いきなり出す右すでに第4ラウンド半分が過ぎました。左回って危ない距離を測ります。右リード右アッパーカット左ストレートもう一度左ストレートリード内藤はボディを打たれました。コンサルトレックボディへのストレートワンツー左得意のワンツー内藤の左フック左フックまた当たったもう一度左今度は相打ち内藤のパンチが強い接近戦を挑みます内藤男3度目の勝負序盤は上々の出だし第4ラウンド残り30秒上原さんいいですね、はい、リズムがあってあの本作はね随分疲れてます、そうですか焦ってもいますし、だからあのカウンターでですね、あの右をどんどん出していってた方がいいと思います。はい、こんなアセットポンサクレックは見たことがありません。内藤大輔構成第4ラウンド残り10秒右は大振りになってしまいました。第4ラウンドが終了しています。17内藤とスルドッグが今4ラウンドまでオープンスコアリングシステム内藤有利の発表があります。正確な得点後ほどまた採点をお伝えしたいと思います。コンサクレック左目をカットしています。なかなか止血がうまくいくのかこのあたりはその止血の技もね上原さん、はい、すごいですね。いいボクシングしてますよ内藤君はですね、いいボクシングします。相手をもう本当に知り尽くしてますね。ポンサクレックはいつも同じように準備をしてきた陣営のトレーナーもマネージャーも口を揃えているのはポンサクレックが真面目に練習に取り組む姿勢が素晴らしいということです。精密に毎日のジムワークロードワークをこなし体を作ります。日本には8度も来ていますが練習の妨げになるとほとんど観光はしておらず前回の来日で浅草寺へ行きずっとチャンピオンでいられるよう祈りました。そのポンサクレック序盤は苦戦中です。右あの内藤君がですね、はい、今のペースでやればですね、すごくいいと思います、はい、ポンサクがすごく焦ってるんですよ。そうですか倒そうっていうだから多分ですね、カウンター、打った方が、内藤君はいいと思います。そうですかカウンターが全部当たってますからね。そうですか、はい、焦って前へ出るところなんとかその言っていました見えないパンチを当ててほしい内藤。お互いにボディーブローの応酬でした。一発ずつボディーに軽く入りました。右からそうですね、いきなり右ですね。そして左目をカットしてますから右が有効でしょうね。そうですね。スイングパンチが当たりました内藤大輔。なあボディ危ない。少し足を使った方がいいですね。そうですそうです。もうちょっと足使えば、この先ついてこれないと思うんですよ。そうですか。第5ラウンド残り1分を切っています。左が軽く当たりましたボンサクレック。右から入っていきます右フック内藤の右フックいいパンチですよ右フックあ効いてます。ストレート浅く顎の先端を捉えました内藤のパンチ。今のペースでやればですね、はい、いいですよ、はい、今のもう封鎖ないで内藤の右第5ラウンド30秒を切っています。4ラウンドまでのスコアゆっくりと後ほどお伝えしたいと思います。第3ラウンド
左目上をカットしています。ポンサクレッカー懸命に前に出ます。ポンサクはですね、あのパンチが全部流れてるんですよね。あ、そうですか、はい、でそのタイミング取って、あ、第5ラウンドが終了しています。内藤ここまでは素晴らしいリズムで序盤まずまずの滑り出しと言っていいでしょうか、藤さん。今いい、もしっかり今ね気をつけて、そのフックの気をつけて、まだ力持ってる、はい、そうですか、一生懸命足使って今速いスピード使って彼だん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 弱くなってる、はい、ね、まだパンチあるんですよ、はい、気をつけて右フックね、はい、危ない。上原さん、はい、スコアが開示されましたが、これいいシステムなんですがね、内藤はもうこれ本当にいいシステムだと言ってるんですが、内藤、ね、リード、ね、これはもう本当最高 の、 あのボクシングしてますよ今日は。ノーホームタウンディシージョン、いいところはどんなところですか、内藤の。やっぱり足ですよね、足をうまく使えてる、リードがうまくいってる、全部カウンターが当たってますからね。そうですか、はい、内藤今のペースで2人の方が2ポイントリード。さあ第6ラウンド、日本人に8連勝中のポンサクレックですが、日本は大好き、何より日本人がとても親切にしてくれると語っていました。そしてお金を稼がせてくれるとも話していました。なんとか日本人としてそのポンサクレックに一矢報いてほしい内藤大輔。ここまではその目標に向かって一歩一歩前進していると言って間違いないでしょう、内藤大輔。距離はどうですか、上原さん。いいですね、内藤君のペースでやってますね、ボクシングは、はい、相手も焦ってます、すごく。あ、そうですか、はい、そこが入ってきた時にカウンターを打てば、あ、そうですか、今すごいリラックスでやってますよ、内藤君は。確かにこの あとはですね、ガードが下がるってことなんですよ。気をつけないでくださいね、気をつけないといけないです。内藤が優勢に試合を進めています。この作品がストレートでボディを狙ってくるんですが、はい、あれを軽くステップバックでかわせますね。そうです、そうです、だから内藤君はその今のペースで、ジャブジャブと、今ポールさんが言ったように、藤さんが言ったように、左に回って、ちょこんと、右を出せば、どんどん当たるんですよ。あ、そうですか。そしてぜひ、カットはパンチでということですから、あの辺りもいいパンチを面に、右です、いいですね、右ストレート、左ボディーブロー、右ストレート、ユーチャー、今力がない、フリヒト、相手力がない、だんだん、こんなポンサクレックは見たことありません。相手内藤光成、いいボクシングしてますよ、はい、あとはもうガードだけですね、心配するのは少し下がりますね、右、これですよ。どうでしょう、相打ちでも内藤のパンチ上回ってますか、パワーは。やっぱり内藤君の方がですね、力があります。はい、ポンサクレックは全ての面で僕よりボクサーとしては上回っているが、パワーは負けないと言っておりました内藤大輔。多分やっぱり減量から来た感じじゃないかなと僕は思いますけど、はい、この後19回目の防衛を挟んで20回目は12月プンボン国王の誕生日にぜひやりたいと語っていましたポンサクレック。しかしその目論みを内藤大輔砕くことができるかどうか。残り20秒第6ラウンド、ポンサクレック確かに余裕のない表情です。一方内藤余裕の表情、リズムに乗って攻撃を仕掛けています。いいね、これはいいですね、おいい、内藤のパンチが当たっています。内藤光成第6ラウンド終了です。先ほどの回のスロー VTR です。はい、藤さんどうですこれ。いい試合見せて、ね、一生懸命やってるね、もう少しね、まだこの人チャンピオンの方右フック、危ない、そのアッパーと右まだパンチある、はい、それ気をつけて大丈夫、ね、さあいよいよ第7ラウンド、上原さん、やはりそのガード気をつけないといけないですね、はい、そうですそうです、右、いいパンチですね、内藤右ストレート、左
少し再三富士山があの回り方を気になさってますが、左回らない、危ない、左に回らないと、そうですね、こっちこっち来る、こっち、ね、左パンチが来ますね、右ね、僕左の選手大好き、全部あそうですか、プロアマチュア全部、あどうして僕入る、倒した入る相手セットできない、もし入る選手、あなるほど、入る入る仮パンチできない、あ左からね入る、は中入れないことは回りながら重要だと、左から反応入れない、彼サーファーは出さないだもん、初めね見てーサーファーから出す、ポンサクレックのパンチが当たっています、かぶし右フック、ポンサクレック右フック、こっち左ストレートボディが落ちます、内藤はいきなり右を出しますが、これはかわしました、ブロックしてかわしております、ポンサクレック、まあ上原さん、はい、これまでのようにポンサクレックの硬いガードが見られないですね、そうですね、内藤君はですね、ちょっとバランス崩しすぎるんですよ、で後ろに下がらないことですね、左右に下がっていってやれば、まっすぐ下がらない、カウンターがね、よく当たると思うんですよ、そうですか、はい、第7ラウンド半分は過ぎました、内藤陣営宮田会長、ポンサクレックは少しエンジンが空回りしてくる、6ラウンド以降空回りしてくる、29歳という年齢は決して若くない、この辺りから内藤の運動神経を生かしたボクシングの原点である殴り合い打ち合いに持っていきたいと試合前には話していました、鈴木トレーナーも打ち合いを望むところ、ストレート系をパワーアップしているのでぜひ KO したいと強気に話していました、まあ本当に内藤陣営は KO を狙っているみたいですね、そうですね、すごい焦ってるんですよ、本作が、はいはい、だその点、内藤君は冷静ですよね、あそうですか、もう勝ち取ろうという、この姿ですよ、まあ、前回はどちらかというと無理やりジムにやらされたタイトルマッチだった気がしていたというふうな話もしてましたけども、はい、今度は自分からやりますというふうに申してたそうでございます、よく弱点取っていますよね、さあ右をもうちょっと出した方がいいですね、右から入ってくる、ちょっとこう、フェントかけて、ですぐ左フック、ウストが、はい、残り10秒切りました、一発で終わるんじゃなくて2、3と第7ラウンドが終了しています、さあ第8ラウンドのゴングが鳴り響いています、伝統のフライ級と語られますが、この階級日本初のチャンピオンが1952年、白井義雄さん、その後ファイティング原田、海老原博之、大場正夫、小熊昌司、花形進、小林浩二、レパード玉熊とビッグネームが並びます、今年3月坂田武史が WBA の王座を獲得、日本人としては1990年のレパード玉熊以来のフライ級のチャンピオンとなりました、さあそれに続けないと大輔、第8ラウンドまもなく残り2分15秒となります、まあ、12回のうちの8回ですから、はい、上原さんちょっと苦しいところですか、スタミナ的には両方とも、いやもう内藤君はですね、ずいぶんもう勝ち取ろうという気持ちがですね、見えますね、だからすごくこう体の方に感じるんですね、すごくボクシングにも出てますし、手もよく出てますし、でも一発で終わらないで2発3発でやってもらいたいですね、よく相手が富士山見えてるのかもしれませんね、左フック、本当に苦しい戦いを続けてきました内藤大輔、今リング上で全てのこのテレビの前のファンの皆さん、そして後楽園ホールのファンの皆さんにその苦しかったパワーをポンサクレックに全て向けています、
バディブラ右、内藤右、効いている、ポンサクレックの両足が揃っている。あのパンチがですね、ずいぶん流れるんですよ、今作は、はい、すっごい焦ってますので、そうですか、多分当たったらすごく効くと思うんですね、はい、あの内藤君のパンチが当たれば、はい、ワンツーです。内藤軽くかわしています。焦りが見えます。ポンサクレック第8ラウンド残り30秒を切りました。もう左上目尻を3ラウンドに切りましたが、これはだいぶ止血がうまくいっているようです。ポンサクレック、しかし休ませません内藤。これが最後のチャレンジか。内藤大輔、休ますわけにはいきません。出して第8ラウンドが終了しました。今困ってる。さあ今オープンスコアリングシステム、スコアが発表になって内藤優位の発表があります。さあリングサイドの具志堅さんも呼んでみましょう。あ、この後ですか、はい、さあ第9ラウンドです。第9ラウンドのゴング。実況の宇野さん、はい、内藤陣営なんですが、はい、ワンラウンドごとに勝ったような盛り上がりです。あ、そうでしょうね、はい、宮田会長はですね、脇を絞って小さく一つ一つ丁寧に返していけ、はいはいはい、お前すごいぞ、迷うな、みんなついてるんだよと、そう、満面の声で、これ満面の笑顔で声をかけました。これ一番危ない、はい、アッパーね、これ一番危ない、はい、右アッパーカット、これやるな、危ない、頭内藤見て、右動く危ない、見て、今中を打ちました。今から右方危ない、はい、足使った方がいいですね、はい、今ね、足使った、左ポンサクレック構成、足内藤右、内藤棒出し、内藤頑張れ、内藤の右から入ってきます。しかしポンサクレック構成、これが無敵チャンピオンの力か。内藤危ない、ボディーブロー、右が効いた。しかし内藤も懸命にパンチを返す、打ち合いになった、打ち合いは望むところ、内藤の右、内藤も右目を切りました、内藤右目を切りました、壮絶な打撃戦、内藤の左、本作レックアッパーカット、下から突き上げてきます。右、もうちょっと足使った方がいいですけどね、右引く、そしてアッパー、じゃあ右手、これ勝って内藤左、左フック、ポンサクレックをコーナーに詰めようとしていますが、内藤左で距離を測って、ポンサクレックの左ワンツー、左からのワンツー、右アッパーカット、内藤左フック、壮絶な打ち合いだ。第9ラウンド残り1分、両者クリンチ、まだ内藤の表情には余裕がありますが、ポンサクレックコーナーに内藤を詰めています。ポンサクも全部使った、内藤の右ストレートがダブルで当たった。ポンサクレック右フック、内藤も右フック、強烈の右、もう一度右、カウンター、ポンサクレック棒立ち、ポンサクレック棒立ち、しかしチャンピオンのプライドか、懸命に前に出るポンサクレック、内藤も懸命に、これは応戦、ものすごい世界フライ級タイトルマッチになりました。右、内藤右、第9ラウンド終了、激しい打ち合いになっています。新しいチャンピオン、ね、もう富士山の国からは新しいチャンピオンが誕生するかもしれないというコメントがありました。さあ具志堅さんも呼んでみましょう。具志堅さん、はい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 、ここまでどうですか。内藤が、リードはしてますね、はい、ここね10、11、12、あと3ラウンド頑張ればね、
チャンピオンですね。ああそうですか、こっからが勝負ですね、はい、しかし、スタミナをなんとかしようと具志堅さん、もう遠く電車に乗って1時間30分、ね、通った成果が出ていますね。そうですね、そこでやっぱ諦めちゃいけないね、そうですか、もうチャンス、もうチャンピオンになれる、はい、本当に頑張ってほしい、はい、勝負、この3ラウンド、はい、はい、ここまでの採点ジャッジの方を1人が2ポイント内藤リード、1人の方が1ポイントリード、1人の方が76対76ということになっています。明らかに内藤リードのまま第10ラウンド、あと3ラウンド9分の戦いです。内藤新チャンピオン誕生の瞬間まであと9分。ポンサクレックとて負けるわけにはいきません。12月5日プンゾン国王の誕生日、20回目の防衛戦を果たし、カオサイの記録を破りたい、何としても破りたいポンサクレック、ここで負けるわけにはいきません。しかし内藤光成、速いパンチの応酬、また頭が当たります。内藤君も強気に出てきましたね。そうですね、あとはあのガードを気をつけた方がいいですと思います、ね、はい、一発が怖いですからね。そうです、一発の怖さは最初のチャレンジでよく分かっています。内藤大輔最短男、その今のカウンターですよね、それを2回3回と繰り返す、あのやり方で、それですぐ左フックですよね、はい、ちょっとあのみんな手数当たってます。あ、そうですか、出したパンチね、内藤君は、お父さんも北海道から来てくれました、誠さん、そしてお母さん美智子さん、母は自分の怪我よりも応援してくれる、とにかく応援してくれる人たちをがっかりさせないように戦いなさい、そう語っていました。男勝負内藤大輔、ここまでは、ここまではチャンピオン、無敵チャンピオンの牙城を崩さんとばかり猛烈な攻勢を仕掛けています。左フック、右、ワンツー、顔面を捉えた、ワンツーが顔面を捉えている、右、右ストレート、これは強烈、あれが言っていた内藤の見えないパンチかもしれません、クリーンヒット。第10ラウンド残り40秒、もうお互い疲れてますから、あのここらふ、あ、もう踏ん張りどころですね、踏ん張りどころ、内藤の方がどっちかでいいです。あ、そうですか、スタミナ強化に努めてまいりました内藤、ここから男の底力をぜひ見せてほしい。残り20秒、内藤は8ラウンドのスコア開示まで負けていたら絶対ラッシュしてやるというふうに言っていましたが、ここまでリード内藤、これガードが下がるんですよね、それ気をつけたですね。第10ラウンドが終了しています。上原さん、先ほどの回のスローなんですが、いかがですかこれ、やっぱりいい試合してますよ、あの内藤ペースですよね、もうあのチャンピオンはですね、焦ってます、すごく。そうですか、でそこに入ってくるのをカウンターで、右ストレート出して、はい、すぐ左フックに返すと、はい、まずそれから手数がこれから問題ですね。そうですか、はい、残りあと6分の戦い、 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンポンサクレック・ボンジョンカム対内藤大輔、内藤をここまで優勢に試合を進めています。チャンピオンの左ですよ、今のペースで、少し足を使った方がいいですか、足使って今も勝ってる、はい、で入ってくるところですね、カウンターですね、はい、が肩上上げて、もうポンサクレックはもう前に出るしかありませんからね。そうです、一発狙ってくると思うんですよ、はい、そこに乗じてカウンターを当てたい内藤大輔、チャンピオンの連打、あのパワーがですね、はい、落ちてるんですよチャンピオンは。そうですか、あまり効かなくなっている、効かなくなって、はい、もうあのなんていうんですか、力がないんですね。あ、そうですか、はい、やっぱりそれも減量のせいもあると思いますけど、はいはい、内藤の左が空振り、
内藤もあまり大振りしない方がいいですね。そうですね、よくあの足使って見て、ガードしてね、ガードしてちっちゃい、はい、少し左のガードが下がります。内藤ガードして彼の方来る、今度来るね、一生懸命、負けて分かってる、はい、なんとかお互い疲れてますので、もうここは踏ん張りようですよ。踏ん張りどころですね、手数をもうちょっと出して、はいはい、足使いながら手数をどん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 出していけば、はい、このランドしかし見た目にはチャンピオンの手数が目立ちますね。あ、もう本当に焦ってますね。焦ってますか、そうですか。一つ一つの重さはないんですが、パンチを出してきます。内藤のパンチはせっかくに当たってますよね。その辺ジャッジがどんな評価をするんですか。右、内藤の右、効いてる、左、チャンピオン棒立ち、効いている、効いている、右スプーン、チャンピオン効いている、内藤の左、右、内藤の右、残り1分、11ラウンド残り1分、内藤チャンス、チャンピオン棒立ち、内藤のパンチが効いてる、左、回りながら左フック、かなりチャンピオン孤立の表情ですね。上原さん、いいパンチにあと一発当たればですね、はい、多分効くと思うんです。もう効いてますから今、はい、かなり効いています。残り40秒、後楽園ホール満員のお客さん、大きな声援を受けながら内藤、しかしコンサクレックも負けていません、前に出てまいります。ワンツーが当たった、ワンツーガードの上から胸突き八丁、内藤も頑張っている。右のクロス、左フックは空振り、ポンサクレック、パンチがですね、チャンピオンはみんな流れてます。流れてますか、はい、疲れてない、もう内藤の右、それをどんどん、はい、打っていった方がいいと思います。そうですね、手数は明らかに、ポンサクレック、内藤の左、両者足を止めてる、打ち合い、効いている、効いてます。第11ラウンド終了です。最終ラウンド、すでにゴンが鳴っています。これはスリップ、これは驚きました、スリップです。まだ試合は終わっていません。残り3分の攻防、藤さんどうしたらいいですか。つけろ、まあ、もっと接近する。さあ、パッチやらない、相手外からやりたい、見て、なるほど、もうバランスも崩れてます、はい、内藤の右が当たりました。さらに左、最初の今のペースでいいですよ、はい、そう内藤右、チャンピオン懸命にパンチを振りますが、ガードの上から内藤しっかりとガード、チャンピオンのパンチに力はありません。もう力ないですね、力がない、もうパワーが落ちてますからね、だから内藤があれでいいんです。どんどん手を出す。内藤の右、もう両者ともにスタミナが切れているかもしれません。内藤左、内藤の右、コンサクレックワンツーからボディ、接近戦を挑みます。しかし残り時間はありません。残り1分40秒切りました。頑張る内藤、大きな声援の中、内藤大輔チャンピオンから一発と、右ストレート、見えないパンチが当たった。やって、残り1分20秒切りました。コンサクレックの右、しかし内藤の右と相打ち、ボディーブロー、左フック、右左フック、内藤構成、内藤のパンチが綺麗に当たっています。残り1分を切りました。内藤の右、後楽園ホール大戦、内藤右、残り45秒、残り40秒、内藤の右、決して逃げることはしません。内藤大輔、これが真骨頂、これが男の真骨頂だ、内藤大輔。残り30秒、ファイナルラウンド残り30秒、内藤の右、決して逃げません。内藤大輔、全身にある伸び、左アッパーカット、右左、残り10秒、左、内藤のパンチ的確に当たっている。もう時間がない、
内藤右、ファイナルラウンド終了。果たして内藤大輔当たったかどうか。チャンプ、チャンプ、内藤見事な戦い。いい、いいチャンプ。第36代の世界チャンピオン、 WBC 世界チャンピオン誕生の瞬間かもしれません。チャンピオンになった、両者主力を振り絞った消耗戦。しかしどうだ、判定にもつれ込みました。上原さん、いかがですか、はい、この判定。ですね、最初からですね、もう内藤君のペースですね、この試合は、はい、あ、もう相手あのポンサックは、はい、あの何にもできなかったっていう、あのイメージがあります。あ、そうですか、はい、どうでしょうか富士さん。いい試合、まあ、判定はどうでしょうか。彼は本当、彼本当見るね、昔の侍みたい、大和魂、一生懸命よく使ったもん彼。それ今少ない、若い人。彼は本当根性見せた、最高いいこと、ね、僕いつも言う、はい、侍が少ない、新しい侍ね。お父さんです、彼全部。お父さん誠さんが今映っていました。どうでしょう、115対113。ジャッジスティファン・ブレア、同じくブルース・マクタビッシュ、116対113。以上3対0の採点に持ちまして、勝者 WBC 世界フライ級新チャンピオン内藤です。なんという瞬間でしょう、内藤大輔第36代 WBC 世界チャンピオンの誕生です。テレビの前の皆さん、会場の皆さん、大きな拍手をお願いします。内藤大輔、ついに3度目の正直を果たしました。奇跡の新チャンピオン誕生の瞬間です。わずか34秒で最短男と呼ばれて屈辱に満ちて帰ってきたあの内藤大輔が今ポンサクレックを倒しました。宮田ジムとしても初の世界チャンピオン誕生の瞬間です。判定を聞いた瞬間、大粒の涙が内藤の両目から流れました。内藤ついにやりました。富士さん、いかがですか。いい試合見せた千葉、もう本当本当その子試合ボクシング人気来る、彼は一生懸命やった。そうですか、ね、2回目3回目、普通の人1回できない、2回3回目やったね。そうですか、彼は自信が持ってる、勝つ自信、やっぱり気持ちね、今日は絶対勝つ、それは負けろ難しい。あ、そうです、気持ちいいね。あ、そうです、強い、勇気が必要、勇気で勝った、勝った、はい、強い。上原さん、いかがですか、はい、やっぱりですね、2回もやってて、もう今度負けたらっていう、もう執念ですよね。もうだからその、彼の弱いところ全部勉強してましたね、お子さんです、りょうくん、8月に間もなく2歳になります、りょうくん。そして間もなく勝ちました内藤選手にインタビューです。内藤選手、どんな声を発するのでしょうか。りょうくんもリングに上がりました、嬉しい瞬間。立派なチャンピオン、立派なチャンピオン、立派なチャンピオン、
1度目の挑戦は1ラウンド34秒 KO 負け、2度目は負傷判定負け、これまで地道なる思いがあったと思います。我慢の時だったと思うんです。支えになったのは何ですか？俺ね、こういう試合を自分の民放でやらないと、ね、応援してくださる仲間がいっぱいかかった自分に言ってもいいけど、自分ライトで聞いて、上原さんどうですか今の内藤のコメント、はい、まあもう彼のですね、今まで苦労して甲斐があったと思います、僕今日新聞読んでですね、もう一番苦しかったことがですね、今日このリングで出たと思うんですね、だからこれから何回か防衛して、もう本当に頑張ってもらいたいと思います。そうですか、はい、本当に魅力的な男性で、宮田ジムではですね、遅刻したり2回したことがあって、はい、宮田会長が破門したことがあるそうです。ああそうですか、そんな中からですね、やはりその愛情をかけて、はい、厳しさを宮田会長が見せながら、はい、チャンピオンになれるように、一歩一歩前進させてきたというのは偉大なことですね。これは素晴らしいですね、本当に良かったですよ、これから家庭のこともあるし、奥さんも働いてるっていう、話聞きましたから、これから多分幸せになると思います、今までの苦労だと思います、藤井さん、世界チャンピオンになれば人生が変わると再三おっしゃってましたからね、どういうところが変わるんじゃある、変わる、やっぱりできないことをやる、今度、やっぱりどこでも行く人は分かってる、日本の場合あんた一番上になった、みんな大事にする、彼よくやる、それ違う、まあ、どこでも銃できない、どこも処理できない、そうですか、もうあれだけ異例のチャンピオンを破ったんですから、これから自分のペースで防衛していってもらいたいと思います。そうですね、はい、たくさんね、人々を感動させるタイトルマッチを一つ一つまた積み重ねていってもらいたいもんですね。そうですね、今日の悔いに忘れないで、一生懸命頑張って防衛していってもらいたいと思います、まあ、上原さんも30代になってから世界チャンピオンになられましたが、苦しいこともやはりありますよね、30代以降だと。すごくもう彼はこれが最後だという気持ちがありました、僕もそうですけど、最後に取った時のもうこれ感動はすごいと思いますよ、まあ、プレッシャーに押しつぶされそうになって、はい、まあ、再三公開スパーリングの後、私たちにはこっそりと弱気なコメントをしていたんですが、立派な勝利でしたね、藤さん。最高です、素晴らしい試合、それで内藤君のペース、これだけだと思います、はい、やはりペースをしっかり守ったことが勝因と。そうですね、藤さん、先輩世界チャンピオンとしてどんなチャンピオンになってほしいですか？これいい試合、今日見た、一生懸命ね、お客さんにいい試合見せる、一生懸命やった、それお客さん喜ぶ、人気ね、彼やっぱり一生懸命やったもん、今日は本当に解説しに来てよかったなと思って、そうですね、ありがとうございました。防衛戦もこの3人でやりたいもんですね。ありがとうございます、お願いします、お願いします、ありがとうございます、お願いします。内藤大輔、大きな大きな声援を受けながらついに世界チャンピオンになりました。もうお父さんは厳しくてですね、もうお父さんにも感動同然にされたことがあるそうですよ。今日の試合は本当にもう本当にプレゼントですね、お父さんにも、そうですね、まあ、宮田会長にもそうですけど、
だんだん勝ち進んでタイトルに挑戦できるようになったら、はい、なんとなく理解してくれて、内藤大輔に対して側面からですね、お父さんお母さんも支援してくれるようになったそうですよ。ああそうですか、素晴らしいです。まあ、奥様もね、本当加減なりね、先ほどの上原さんの、バイトの話もありましたけども、さまざまね、あの食事の面とか、それからもう試合しやすいように、随分とやって、くれたようでございます。本当に内藤大輔見事でございました。藤武さんとそして上原さんに解説をお願いいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとう。新チャンピオンがついに誕生しました。内藤大輔 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、ポンサクレックボンジョンカムを見事に破っておりました。後楽園ホールからお別れします。